はいどうも皆さんお勤めご苦労様ですということで今日の出来事を見ていきたいと思います。今回はですね、秘宝、文春、高市、保守党は大嫌いということでですね。 えー、昨日の動画でですね、えー、百田直樹と有本香織が分身法を受けたと。で、その内容は、井山明がですね、えー、二人から受けた仕打ちというのをですね、まあ、告発するといったような内容だったわけなんですが、それと同時にですね、えー、なんとですね、高市さない議員いるんですけれども、保守党が大嫌いといったようなですね、<laughs> えー、コメントをね、えー、文春の方からですね、えー、報じられるといったことになりました。で、これ早速ここに書いてありますが、えー、これ文春の見出しの一部ですけども、えー、高市、保守党は大嫌いということで、本当に書いてありますね。 はい、えー、これはですね、実際の、おまあ、画像はもうこっちの方になるわけなんですが、週刊文春11月7日号ということでね、えー、なんかこの号は興味の引く話題が多いなと、橋本環奈、えー、パワハラとかですね、公園キスとかですね、飲酒物席ではどこまでなんか細かい話をデカデカと載せてんだというような感じもしますが、えー、まあ、この右の方にですね、自民党壊滅というふうにですね、えー、まあ、実際選挙で負けましたから、あまあ、否定でき いなといったところがあるわけなんですがまあいろんなですね、えー、まあ見出しの中に「ここは高いコ子と大嫌い」というふうに書かれてますね。 はい、えー。日本保守党候補が、えー、告発、進言したら百田と有本にという、これ、飯山明の、えー、告発の号と同じ号ですからね。えー、興味のある人はですね、まあ、文春、たまには買ってみてもいいかもしれませんけれども、まあ、高市さんといえばですね、まあ、保守派あの、まあ、もう今や代表といったようなですね、えー、まあ、議員でですね、もうさっきの総裁選ではですね、もう、お日本初の女性総理にあと一歩まで、というか、もう、しっかり手が届いていたんです ですが、えー、岸田とかですね、あとは小泉とかですね、あと菅とかですね、えー、ちょっとなんか土地狂った連中にですね、えー、石破の方にですね、えー、票を入れられて、えー、なんか謎の敗北というのをしました。一体あれは何だったんだと、もうあの瞬間からね、えー、自民党がもう衆院総選挙でですね、もう大敗するのは目に見えてたということで、もう何がしたかったんだろうか、あいつらはという感じするんですが。 はい。えー、えまあ、その頃、おその時、えー、まあ、その以前からですかね、まあ、高市さんに、まあ、過激なですね、その保守を名乗る、えー、まあ、ネットのね、まあ、連中等がですね、えー、えまあ、高市さんを支持しているように、まあ、 見せ、見えるんですけれども、かなりですね、まあ他者に激しい、えー、その非難というのを行っていて、まあ高市さん自身が、まあ迷惑を受けるといったこともですね、はい、えー、もう数年前から報じられてきました。まあそういうこともあってかですね、保守党が大嫌いというふうにね、まあ発言したのかどうかわかりませんが、まあこれの内容に関してはですね、ちょっと文章をね、見てみないと、まあわからない部分もあります。はい、まあちなみにこれね、えー、文集がですね、飛ばし記事を書いたのかなということで、まあ まあ、これがデマということであればですね、高市さん、ツイッター、まあ Twitter、等でですね、まあ、即,時即座に、まあ、否定するのかなというふうに、えー、思って確認しに行ったんですけども、まあ、私が見る限りはですね、えー、特にね、その文書の記事についてですね、私はこんなことを言ってはいないというふうに、えー、書かれてはいませんので、まあ、もしかしたらまあ事実、えー、かもしれないということですかね。 はい、ええー、まあ、あね、そういう、まあ、例えば日本保守党の、まあ、人たち、しと支持する人たちと、まあいうのはね、もう自民党からすればですね、もう、その他党をまあ、応援する人たちということですから、まあ、選挙党では敵に回るということなんでね、 はい。えー、まあ、日本保守党を支持している人は、まあ,あ、日本保守党の候補者を応援していればいいんじゃないのかなというふうに思います。はい。えー、そして、まあ、高市さんがですね、なんか、えーまあ、その件については触れてなかったんですけれども、お特にですね、まあ、なんかあー、その別の件でですね、こう、打ち切れているという件がありますね。ねそれがですね、 高市早苗さん、長文でマスコミに激怒、今回の衆院選の私の遊説について、地上波の民放2局で不正確な報道をして私を叩いていたあ胸を即分しました、例えば私が関西中心に30箇所を回ったとか、ほとんど落選させてしまったという旨の誤報。 どうということでですね。ええー、まあまたね、ええー、パヨクメディアがですね、ええー、高市さん、えー、選挙も終わってね、早々にですね、高市さんディスリというのを、まあ始めてるということのようです。まあ別のですね、その、日韓ヒュンダイとかですが、で,ではですね、ええー、例のですね、この、躍進した国民民主党の玉木代表、玉木雄一郎についてですね、ええー、あいつは裏切り者だとかですね、<laughs> <laughs> えー、早速、批判記事を載せていて分かりやすいな、パイオク立場と、えー、玉木がね今,今、キャスティングボードを握ってですね自分たちの、まあ、政策を通そうとしているね、まあ、国民民主党からすれば、まあ、重要なこの局面、えー、日本としても重要な局面なんですけども、はいまあ、そのようにね、まあ、政権に、えー、以前より近づいたというのが面白くなくてしょうがないということでですね えー、立憲などはですねその、国民民主党さん一緒にやりましょうよというふうに宗派を送り続けてるんですが、その一方でね、えー、日韓ヒュンダイ党のパイクメディアが、えー、国民民主党をディスり続けるということでね、まあ、それはもう玉木も立憲なんかとはもう手を組みたくない、もう案の定なんか共産党がですね、えー、主犯指名で野田と書くとか言い出してるようなので。 共産党と同じようなね、フ、え、ァ、ー、使命なんてできるわけねえだろうという話でね、えー、もう玉木も逆にですね、もう立憲の、ね、野田とかにですね、玉木雄一郎と書けというふうにね、えー、こう突っ張ってみてもいいんじゃないのかなというふうに思いますが。 まあ、今回、高市さんがですね、えー、またマスコミに、えー、もうひどいことを書かれ、激教子ということでですね、えー、今回これをちょっと長い文なんですけれども、見てみ、えー、ようかなというふうに思います。はい、えー、今回の衆院選の私の遊説について、えー、地上派の民放2局で不正確な報道をして私を叩いていた旨を即務しましたと。はい、なんか難しい言葉を使ってますね。まあ高市さんは今回ですね、その、まあ、閣僚のお話も断ってですね、平野議員としてですね、まあ 自民党のためにですね全国遊説していたわけなんですけどもまあそのなんかその脅迫まがいのですね、えー、こともあってですね異例の SP をつけながらね高市さん自身のですね、まあ、命の危険を が、ありながらね、それを帰りずですね、えー、自民党のために、まあ、応援演説同士のためにですね、応援を行っていたわけなんですが、それがですね、えー、パイクメディアによってですね、こう、ひどい言いがかりを受けていると、まあ、いうことのようです。例えば、私が関西を中心に30カ所回ったとか、ほとんど落選させてしまったという胸のご報道、 えー、私が,が街頭誘説や決起大会演説などに伺ったのは46カ所ですと。30カ所じゃねえと。46カ所も行ってんだと。まあいう話でね。もっと行ってんだということをですね、えー。高橋さんアピールしました。はい。もう全国ね。えー、もうぜ北海道から九州ですから、もう全部と言ってもいいんじゃないでしょうかね。はい。えー、特に北海道、北関東、九州周り、2日間かかりましたと。移動時間が長くなりましたので、遊説のご要請を受けたら。 いただいたうちの約3分の1を回ったところで時間的には限界だったと。 え、いうことで、伺えない選挙区については、個人演説会場で流していただく応援動画を送信する。そこまでしたんですね。もう、高市人気、えー、恐るべし、というところでね。はい、えー、計62カ所に対応いたしました。もうなんか話によるとですね、決選投票で石場に入れた岸田派からもですね、応援演説の依頼があったということで、何を考えとるんや、というふうにですね、高市さんも思わずね、えー、言ったというふうに、えー、伝えられてますけれども、まあなんかほとんど落選させてしまったとかね、 こう言ってますが、まあ、自民党の今回の選挙自体がね、かなり苦しいものでしたから、あ単独過半数割れ、えー、どころかですね、自公で過半数割れしましたから、あま、それはね、負ける議員も出てくるだろうという話です。で、同じですね、その負けのことを言うんだったらね、えー、これ高橋さん計算しましたけども、高市応援の当選率40%、石橋応援の当選率17%ということで、 <laughs> えー、石破なんか、応援したところなんか、十何勝、なんか、四十何敗とか、六十何敗とか、そんな話だった気がしますね。<laughs> えー、これもう野球のチームだったら、ぶっちぎりの最下位みたいな勝率でね。 えー、石場が行った方が負けるんじゃないかというような結果が出てました。えー、なんか、そのー、丸川玉井とかの応援演説に行ってですね、自分でですね、お前は比例重複なしだというふうに石場がですね、えー、丸川にこう処分を下しておいて、えー、選挙演説で丸川をお願いしますとかですね、どの口が言えんだと。 自分で処分しておいてよくそんな応援演説できるなという感じでね。お前は DV やろうかと。あんな不細工な顔で DV までされたらですね、それはたまったもんじゃないなというふうな気がしますな。はいえー、そんな石場よりもね、高市さんの方がもうはるかに勝率高いですから、もうなんか応援に行っても負けるとか言うんだったら石場に言えという話ですね。はいえーまあ、体力の限界まで頑張りましたということのようです。 はい。えー、まあ、そうして、まあ、いろいろとですね、こう言われてるわけなんですけども、今回の衆院選時の私は、役職もない、えー、自民党の一人の平政治家であり、奈良2区の1位候補者ですと。えー、自分の選挙区に2回に分けて合計7時間45分。もうや、えら細かいですね。 えー、滞在させていただきましたが、それでも12日間の選挙期間のうち、丸11日は他選挙区で過ごしたわけです。これはね、えー、高橋さんも自分のツイッターでですね、奈良2区の皆さんすみませんでしたというふうにね、私の演説を聞いていただく機会がなかったというふうにですね、謝ってましたけども、まあ、確かにね、私が奈良2区の有権者だったらね、その高橋さんの演説をもっと聞きたいだろうなというふうには思いますからね、えー、まあ,あ、そういう声にもですね、えー、真摯に対応していると。 いうことですね。はい。えー、まあ、全国回ってですね、なんかもうガソリン代とか高速通、道路の通行料金が支給されるわけでもないと。その高市さんならではのね、えー、細かいお金の話とかもしてますけれども、遅刻しないように運転してくれた私の意思も大変だったということでね、えー、まあ、高市さんだからこのハゲとは言わなかったと思うんですけれども、 はい、えー、いろいろね、もう全国のですね、まあ、ああ、遊説にね、まあ非常に大変だったな、大変だったんだなというのがわかりますね。えー、そしてですね、次の総裁選目当てだという下品な報道はさすがに悔しいですね、と。もうこれは別に次の総裁選目当てでも別にいいですけどね。 はい。高市さんといえば、まあ、政策立案が得意というところあるんですが、まあ、そういうですね、えー、政局の根回し的なね、えー、部分もですね、今後はまあ、総理になるには必要だというふうに、まあ、麻生太郎からもですね、えー、これからしばらくはですね、飲み会に行けというふうにも、まあ、アドバイスを受けたというふうに言われてますから、はい。えー、まあ、別に総裁選目当てでも何でもいいんですけれども、 はい。ええー、まあ、そういう言い方されて悔しいと。まあ、いうことによって、3年前の全国遊説先でも、今年の総裁選を応援してくださった議員は、ごく数名です。いやこれはなんか <laughs>、これなんか、皮肉いってますね。3年前にね、応援演説に行ったのに、今回、石場に総裁選入れた、あ不届き者がいるということでね。これはまあ、ちょっと、総裁選の時の話題になりましたね。 はい、えー、高市さんに応援演説受けて、やっとこさっとこね、えー、当選したくせにですね、総裁選の決選投票で石場に入れたといかいうね、えー、ふざけたやつがいます。もうそういうのはもう日本人資格、国籍白達してもいいぐらいなんですが、 はい、えー、まあそういうこともちくりと言いながらですね、選挙応援は純粋に統制拡大を期するもので、3年も後の総裁選などとは無関係です、ということでね。まあ、石場が降りてですね、総裁選がまた行われるんじゃないかみたいなね、こう、見方も一部ではあるようなんですけども、まあ総裁選なしでね、 え、なんか、両院議会で決まるとか、そういう、えー、まあ、話もあってですね。まあ、そうなったら、ああ、その、決選投票で、まあ、惜しくも2着に終わった、あ高市さんがね、党員票でも1位だったわけなんで、まあ、これは高市さんにバトンタッチというところでもですね、全然、えー、まあ、不満は出ないという話ですね。はい、えー、選挙後も特に党役員から異論のごお言葉をいただいたわけでもなく、平政治家が勝手にボランティア融税をしていただけのことですと。<laughs> えー、当役員から異例の言葉もないと。異論の言葉もない。とんでもないですね。石場の野郎は、本当にね。えー、あいつにどこにトレーがあるの顔もまずくて、性格もまずいで、頭もまずいんだから、もっとどこにいいところがあるんだと。えー、実家が金持ちとか、その、それだけの理由ですかね、本当にね。えー、どうしようもない奴だなということですが。えー、少なくとも心身ともに限界まで頑張った挙句に、不正確な憶測報道をされ、コメンテーターに叩かれるのでは虚しい限りです。そりゃそうですね。 えー、もう、政治についてですね、無責任に適当なことをぶっこいてるね、えー、次の総理は信じろがいいとか、ほざいてたコメンテーターにですね、<laughs> えー、た、ね、日夜はもう日本のためにね、実務をしてる高橋さんがね、叩かれるというのが、虚しいというか、もう怒りすら感じますね、これはね。今後は、党制拡大など、地方遊説は党役員をしておられる方々の仕事と割り切り、平野一議員として政策活動に励みますということで、最後はもう、ふてくされてしまいました。<laughs> もう、平野の一員なんだから知らん、ということでね、えー、政策活動に励みます、ということで。まあね、直近では、まあ、1年間ぐらいはですね、大きな選挙はないというところですから、まあまた選挙になったら高市さん上に行くとは思いますけども、まあこういうギャグも入れながらですね。 えー、制作活動に励むと、いうことでね。まあ制作活動に励むのもいいんですが、まあ、麻生氏が言われたと、言った通りにもですね、えー、他の、まあね、ちゃんと志のある議員たちと、ぐらいはですね、えー、仲良くなるような、 まあ,あね、えー、たまには飲み食いとか言ってもいいんじゃないのかなというふうに思いますんでね。あ日頃、高橋さんお金ないお金ないと、えー、言ってますからね。まあそういう、まあ、飲み食いでですね、えー、腹を膨らませるのが目的でもいいんじゃないかとは思いますんで。はい。えー、まあ、次のね、まあ、総裁選だかなんだかわかんないんですが、総理を決める時にはですね、まあ、高橋さんがね、日本初の女性総理になるようにですね、まあ、しっかり活動してもらいたいなと。 はい。と、えー、いうふうに思います。というわけで本日の動画は以上になります。皆さんお疲れ様でした。チャンネル登録よろしくお願いいたします。